マイクマセイヤ、オランダ一部 AZ への完全移籍来た。セレッソ大阪は21日、マイクマセイヤがオランダ一部 AZ アルクマールに完全移籍すると正式発表した。AZ には同じ日本代表で同じ右 SB の菅原幸成が所属するが、ステップアップで今夏に新たなクラブ移籍となる可能性が高い。マイクマ契約早いな。やはり菅原の移籍に備えてって感じか。マイクマさんが AZ 決定したってことは菅原どこ行くんだろ？ちょっと前まで竹と沖縄で釣りしてたけど。J リーグの選手としてはもはや反則級のレベルだったので、打サポとしては早く海外行ってくれないかなって思ってました。すみません。マイクマの移籍ってことはこれで菅原も移籍だね。わざわざ同じポジションで同じ国籍の人は取らないよね。マイクマが AZ 行ったってことは菅原移籍するのか。マジでインテル？さらっと決まったすごい移籍。J2 から始まったキャリアで遠回りしたけど、日本代表の力は伊達じゃないですね。菅原同様オランダで実績を積んでさらにステップアップしてください。マイクマだったり河村だったりの遺跡を見ると、そう焦る必要ないのかなって思う。長崎でもつけてた16番をオランダでもつけるのも嬉しい。これからさらに飛躍できるように頑張れマイク。関西屈指のストライカーから長崎のサイドバック、C 大阪、日本代表、ついに世界へ。道のりは長かったが頑張ってほしい。